2024年9月24日火曜日爆走春秋爆走爆読していくただいまからは上皇の16年16巻目に突入かな。 訓読十有六年春王の正月真の東高を葬る三月高真高宗高栄高低白宗白虚子朱子切白気白小朱子に激量に返す母院大府地高神秘と虚子朱子を捉えていて帰る聖光我が北飛を打つ夏高海より至る 5月滑死、地ふる宿老、定白、真の順延。永の、寧職、総人に返して今日打つ。秋、成功、我が北悲を打ちて生を囲む。太薄、冬祝村表、真に行く。約文、十有六年、春、王の正月。 真の投稿を葬った3月甲は秦郷宗郷栄郷定白蒼白虚子朱子・切迫気迫小朱子と適量で会合された母院大夫が誓った真の人は虚子朱子を捕らえて連れ帰った成郷が我が補強を打った夏甲が会合から帰られた 5月孔子、地震があった。宿郎が、邸博、真の純円英の寧職、宗の人と会合し、今日打った。秋、成功が我が北京を打ち、聖を囲んだ。雨漕いの大祭を行った冬。冬宿郎が審へ行った。宿郎、宿村表。伝伝の訓読 六年春真の唐皇を葬る平皇位につく溶舌吉を負となし長君臣を中軍の芝となし貴兄、官定乱英、司王を皇族大夫となし愚久将愚久将浄馬御となし福を改め官を治め極欲に上す軽守して下り桂領に返し命じて神殿を変えさしむ。 我が故をもって地の先行虚の利儀行をとらうかついわく聖祖の使いを通ぜりと信仰諸行と恩に縁し諸大夫をして回しめていわく詩を討とうは必ず累せよと聖の孝行の死は累せず純縁怒りかついわく諸行に意志ありと諸大夫をして孝行に近わしめんとす孝行を逃れ帰る ここにおいて祝尊表真の順延僧の小術 A の寧職帝の高尊体小柱の大夫近い手いわく共に不帝を当然と巨弾うつらんことを真に凍う諸公をついに今日うつさんとす虚の大夫聞かず神秘と諸侯を返す帝の死去をまさに今日うたんとするを聞きついに帝白を助けて 諸皇の死に従う牧熟公に従う生死死を率いて真の純炎に返す諸して丁白に返すと返すというは等しきがためのゆえなり夏六月翼林に辞し公院木を打ち漢詩に辞す真の純炎乱炎死を率いて宋打ち持って僧の要領の液に報ゆその皇子角死を率いて真の死と短藩に叩こうその死排斥す の氏ついに北条の外を犯しまた京を討ちて帰る」訳文。訳分16年春秦の東皇を葬った平皇が位につき溶絶月を盛り役に長君臣を中軍芝に儀慶漢城、蘭英、志王を皇族逮捕に具久将後者の御社にした。 そして模服を脱ぎ祭刊をそろえ極欲の弘病で冬の祭りを行い留守を戒めて高賀沿いに下り激量で会合したそして諸侯に命じて犯した伝を返させ我が国を討った剣について中の先行虚の利妃行を捕らえた二人は「聖や祖と死者を通じた」とも言われたさて信仰は諸侯と恩で縁を催し大夫たちに回せ 詩を歌う者は前に合わせよと命じたところが聖の孝行の歌った詩は合わない純炎は怒って諸孝のうちに変な考えがあるに違いないと言い大夫たちに孝行と誓わせようとしたが孝は逃げ帰ってしまったそこで祝孫兵真の純炎宋の小術永の年職帝の孝孫体 承知のが近い王子に勤めない者を皆で討とうと申し合わせたこの会合に巨団が秦の同盟に就きたいと申し出て諸侯は許そうということになったが巨の大夫たちが承知しなかったかくて秦の人は諸侯を帰らせたが帝の司教は秦が諸侯の軍を率いて今日討とうとするのを耳にしたからそのまま帝伯を助けて軍に加わった我が牧塾は公にお供をして 帰ってきたが正氏すなわち祝老は軍を率いて真の純炎のもとに加わった京に停泊以下と会合したとあるのは純炎を諸侯と同格に扱わないためである 夏6月、翼年にとどまった後光陰京を討ち漢氏に宿ったそれから純円、蘭延は軍を率いて僧を討ち僧の要領の戦に変貌した僧の公子格は軍を率いて秦の軍と短藩で戦ったが敗れた秦の軍は勝ちに乗じて北条の北側を北条北条の北側を侵し また「今日打って」から帰った訓読「秋成功成を囲む」「もう樹詩即これを向こう」「成功曰くこれ優を好むこれを去りて持ってこれが名をなさんと即ついに会挙を塞ぎて帰る」冬「冬牧粛真に生きて兵士かつ成のことを言う」「神秘と曰く」 家訓のいまだ停止せざると民のいまだ行こわざると思ってなり力らずんばあえて忘れず」と「牧粛曰く聖人の長石に恨みを兵優の地に徳をもってここをもって大いに来う兵優の急なる明日夕べに及ばず首を引いて聖望して曰く近からんか」と「執事の暇まるに及ぶ頃にはおそらくは及ぶことなからんと」と忠高剣士を見て気泡を伏す剣士曰く縁罪を知れり あえて執事に従いて持って共に社食を売れずして労をしてここに及ばしめんにゃと反戦士を見て抗がんの訴訟を付す戦士曰く甲斐ここにありあえて労をして休んずることなからしめんにゃと約文秋成功が生を囲んだ我が孟子の若主人祖父が迎えて打とうとしたところ成功は 「盲則は『悠、えー、をてらう男だ逃げて得意にならせてやろう』と言って引き上げたからついでに『会計の遅道を塞いで帰った』冬『冬牧粛が神へ行って見舞いその上姓のことを告げた』『神の人が言うには主人がまだ3年の盲をえず人々も疲れておりますから待ってください』そうでなければ決して忘れてはおりません。 牧宿は言った。聖の人が朝に晩に私の土地でうさばらしをしますのでこのようにお願いするのです。私どもが差し迫っておることと言ったら明日には夕べが危ないので皆首筋を突き伸ばして西を眺めもうすぐか知らんと言っているのです。皆様がお手つきになってからではおそらく間に合わないでしょう。そして中高剣士に会った折都の守りを営じた剣士はまことにすまないことです。及ばずながら お力添えをして国を思う心を分け合い牢をそのような目に遭わせないようにいたしましょう」と答えたまた反戦士には大鳥の末の章を演じたところ「私が控えている限り牢の人々をきっと安心させてみせましょう」と言った注釈高校が歌歌の話ですが高校は「真に飽き足らないところがあったからわざと前に合わない歌を歌ったのである」 それから「司教の引用は「生涯の甲眼と紀歩」「人のために働いたのにその人が助けてくれない」と封するのに使ったそれから甲眼ですねもう一つ甲眼上の人が上の人が助けてくれず苦労な目に遭うと封するのに用いた以上で16年終わる次17年「慶の訓読」 十有七年春王の二月皇后朱子皇出巣宗妃と陳を打つ夏 A の石牌死を率いて宗を打つ秋成功我が北儀を打ちて唐を囲む皇公死を率いて我が北妃を打ちて棒を囲む九月太臼宗の家臣陳に出奔す冬朱人と我が南皮を打つ約文十有七年春王の二月皇后 チュシコウががの人がチンを打った。夏 A の石牌が軍を率いて僧を撃った秋成功側が北京を打ち唐を囲んだ孝公が軍を率いて我が北京を打ち某を囲んだ9月雨乞いの大祭をやった僧の家臣が陳へ逃げた冬中の人が我が南京を撃った伝の訓読 十七年春宋の宗朝陳を討ち首都高を囚う宋を癒しめばなり永の孫会宗水に狩りし馬に長久に水かわんとしその亀をこぼつ長久の人門を閉じてこれを罵りて曰く自ら何時の君を追う何時の父は霊とならんこれをこれ憂えずして何をもって狩りするをなすと夏永の石牌孫会尊を討ちて長期を取る 長久を取る葬儀と真に鬱陶聖妃とその未だ志を我に得ざるをもってのゆえに秋成功我が北悲を打ちて塔を囲む孝行蔵骨を棒に囲む死羊羹より蔵尊を迎えんとして両償に至る宗の出骨増中蔵下孝三百を引き余韻に聖の死を犯しこれを送りて帰る聖の死これを去る聖秘と蔵権を捉らう 成功祝祭をしてこれを弔はしめかついわく死することなかれと剣慶守していわく命の片付けなきを排すそもそも君の真に賜ることを終わらず終わらずしばらくまたその慶身をして死を冷静しむと嘉をもってその傷をえぐりて死す冬中日と我が難膚を打つは生のためのゆえなり 訳文「17年春宋の総長が陳を討ち死と甲を討ち取った甲は宋の軍を甘く見て敗れたのである」「A の孫海が狩りをして宋の領内に入り込み長久で馬に水を飲ませようとしている」。 鶴瓶を壊したすると長久の人々は里の門を閉めて罵った自分の手で自分の君を追い出したお前の父は鬼になれそれも気にせず何がかりだ夏 A の石梅尊敬が宋を討ち長久を取った宋の人はこれを真に訴えた聖の人はまだ 我が国を犯したりなかったので秋成功が成功側が北強を打って塔を囲み皇行が造骨のいる坊を囲んだそこで我が軍は造村を迎え取ろうとして羊、えー、館から旅章まで出たそこで数の出骨増中宗家が兵300を引き夜城を入れて清の軍を突き破り造村を 両将に送り届けてまた棒に帰った聖の軍は引き上げた造賢は聖の人に捕まったが聖光は祝祭をやって賢に悔やみを言わせ死ぬなと言い添えさせたしかし賢は頭を地にすりつけ仰せはありがとうを存じますさてさて聖光には 私に賜ることが多くついには罪人上がりのご家来にまで私の見舞いをお命じになりましたかと言いそこらにあった木の杭で自分の傷をえぐって死んだ冬地の人が我が難境を打ったのは生の手先を務めたものだ訓読宋の下越出世家臣公費の質を弱しとし俗をしてその際家業を殺しむ 殺さしむ賊六人火をもってこれをモ門の呉刺しの後ろに殺す刺しを恐れて曰わく老夫罪なしと俗曰わく公費密かに呉を投ずることありとついにその妻を誘して曰わく我に汝の退壁を与えよと倉庫これを聞いて曰わく深夜ただにその相嫉とこれそこののみならず大いに相国の政を乱る必ずこれを終えと。 し曰く深夜また景なり大臣の不順なるは国の恥なりこれを追うにしかずとすなわちこれを許すさし小野が探索を作り癒や州も家臣の門をすぐれば必ず兵す11月交互黒人稽古を追う慶古家臣氏にいる黒人これを追う家臣恐れついに陳に走る宋の広告法。 大災たり平行のために大を築き農愁を妨ぐ農愁を妨ぐ士官農耕の終わるを待たんとこうこう許さず気づく者を謳いていわく宅門の席実に我が益を起こし悠中の剣実に我が心を慰むと士官これを聞き自ら僕を取りて持って気づく者を巡りてその務めざる者を鞭打ちていわく我が友柄精進皆功労あり持って喪失感謝を咲く 今君は一代を作れて速やかになさずんば何をもって益となさんと歌うものすなわちやむある人そのゆえを問う士官曰く創国はくくたりしかるにそうありしくあるは災いのもとなりと聖の安官詩出す安永その斎山し書の撤退し上司寛苦詩海洋暗らい色におりとまにいね草にまくらすその老曰く大夫の例にあらざるなりと いわくただ慶のみ逮捕をなすと「訳文宗の家悦が亡くなった弟の家臣は悦の子公妃の家を見くびり,見くびりその家老加護を賊に殺させた賊は6人がかりで剣を振りかざして加護をモ門の豪左市の家の後ろで殺した」。 蔵は恐れて「この年寄、えー、つまりわしは何も悪いことはせぬぞ」と言うと賊は「あなたに用はない公費が内輪のことで呉を仕置きするのです」と答えた賊は事のついでに呉の妻を閉じ込め「お前の持っている大きな宝玉を出せ」と脅かしたさて宗公はこのことを聞き 家臣のやつは本家に乱暴を働いたばかりか大いに国の掟きてを乱したどうでも追い払え祥子は答えてあれも大臣です大臣が乱暴というのは国の恥蓋をしておくに限りますそれで許すことにしたしかし祥子は自分で用いる短い鞭を作り家臣の門を通り過ぎる時には馬に鞭打って走らせた11月交互 都の人が狂犬を追っかけたところ犬は家臣の家に逃げ込み人々が駆け入った秦は家臣はさてはと恐れすぐに陳へ逃げた宋の広告補は宰相であったがえー、っと家越が亡くなったと家臣は弟ですね加護は家老 宋の広告法は最小であったが、平行のために別荘を築いた、そのために農牧の仕事が妨げられるので、士官が農民が暇になってからと願ったが孔は許さなかった。それで妊婦たちが歌って、うるさい男は門のそば白いお顔をしてござる。嬉しい男は町の中、黒いお顔をしてござる。 士官はこれを聞き棒を持って自分で仕事場を回り怠けているものをたたえて言うことに我々のようなものでさえ皆屋根や戸があって暑さ寒さをしのいでいる今ご主人がたった一つ別荘をお作りになるのだ早くやらないで何が仕事だそのため歌わなくなったある人が訳を聞いたら士官は答えた「うのように小さい国に呪われるものと喜ばれるものとがあるのは災いのもとだ」。 宋の安関氏が亡くなった安永は袖口や裾周りにい縫い返しのない粗めの縄の麻の衣をつけ麻の首巻き麻の帯で杖をつき菅靴を,を履き菅靴かな菅靴を履きかゆを食べ蘇物小屋に住み藁を敷き草を枕にして喪に服した親類の 老人がそれは退府の例ではないと言ったところ安永はただ刑の身分の人だけが退府の例をするのですと答えたさて注釈ですね先ほど出てきたしというのは小術という人豪の領主孔子は孔子という人は城の 宅門に住み士官は優の中に住住み官はの中んでいた安永はこの朝上流のこの頃上流の人が奏霊を十分に行わないのを見て死の僧霊をきちんとして見せた以上17年終わり18年訓読18年春白敵来たる夏神秘と永の公人石牌をとらう秋正の死我が北悲を打つ冬10月 公信公総公栄公定白、総白巨子朱脂桃脂切迫起白、小中脂 <laughs> 小中脂に介して共に生を囲む総白不数死に出すその公私後死を率いて手を打つ行文十有八年春白敵が来た夏 真の人が A の公人赤媒を捕らえた秋清の軍が我が北京を打った冬10月公は新公宗公栄公帝白宗白、巨子樹誌当誌摂迫、喜白、樹誌照樹と会合し共に清を囲まれた宗白、樹誌が主軍で出資したその公子五が軍を率いて帝を打った 「十八年春白敵初めて来たる」夏「夏神秘と英の皇人石牌を長子に捕らえ孫海を純流にとらう」「僧のためのゆえなり秋成功我が北晃を打つ」「中皇剣士まさに背をうたんとし夢む霊光と訴う」「勝てず後歩公を持ってこれを打つ首前に打つひざまずきてこれをいただきこれを奉じて持って走り紅葉の不幸を見ると」 実これを道に見これと言う同じ「不白今年週必ず視線もし東方に断らばあすなあち持って心ようすべしと」と剣士許諾す信仰聖を討つまさにかを渡らんとす剣士主子を持って玉二角をかけて祈りて曰く聖の間、その剣を誇示しその終章を頼み吉見を捨て誓いに背き真主を了逆せり 送信票まさに諸公を率いてもって当然とすその「関心縁」実にこれを戦後すもしかしてこうあらば神の恥をなすことなからん関心縁あえてまた渡ることなからんただ何時有心これを再せよと玉を沈めて渡る約文「18年春白敵が初めて来た」。 夏、真の人が A の公人石牌を長子で捕まえ孫海を純竜で捕らえた2人がうを打ったため秋聖公が我が北境を打った中高剣士は折しも背を打とうと思っていて夢を見た霊公と言い争ったが勝たず公が矛で斬ったら自分の首が前に落ちたひざまずいて首を拾い両手に持って走っているうちに紅葉の不幸に出会ったこういう夢であった そのうち道でその不幸に会い話をしてみると不も同じ夢を見たという父が言うには今年あなたは必ず死なれますもし東の方でことが起きたならば思う通りになさることができましょう剣士はうなずいた甲賀を渡ろうとする時剣士は赤ひもに,赤ひもに二対の玉をかけこれを備えて川の神に祈った聖の官が国の険しさと人の多いのを頼み よしみを捨て誓いに背き戦いを起こして民を苦しめるので天使の昇進兵は「今から諸侯を率いて討とうといたします」そしてその後先に従う者こそこの縁であります。もし勝って功を見せていただけます時はこの身を備え申さずにはおきません。この縁が二度と川を渡ることはないでありましょう。ひたすらお聞き届けを祈ります。こう言って玉を沈めて渡った。 運読冬10月路政に返し適量の弦を温め共に生を打つ成功これを平易に防ぎ拷問に溝掘りてこれを守る広さ利宿祭へいわく戦うこと後はずんば剣を守るにしくはなしと聞かず諸公の死せむ聖非と多く死す反戦死積分死に告げていわく我死を知れりあえて女王拡散にゃ 露と拒否と皆車千条をもってその京よりいらんとこうすでにこれを許せりもしいらば君必ず国を失わんし何ぞこれを図らざるとしかもってこうに次ぐこう恐る安栄これを聞いていわく君とより言うなししかるにまたこれを聞く久しきごと当たわずと 聖子をふ山に登りてもって真の死を望む神秘と芝をして三択の剣を伺わしむ至らざるところといえども必ず敗してこれを訴訟し車に乗る者をして左は実右は義にして敗をもって先にぜしめ世は芝を引きてこれに従おう聖子をこれを見てその衆を恐れすなわち逃れて帰る兵員会聖の死夜逃る 思考信仰に告げて曰わく長雨の声楽しめり聖の死それ逃れしならんと軽白中紅白に告げて曰わく半馬の声あり聖の死それ逃れんと宗教信仰に告げて曰わく上場にカラスあり聖の死それ逃れしならんと11月堤防を咲く兵院に入りついに聖の死に従おう祝祭へ大社を連ねてもって水を塞ぎてシンがりす。 蜀蛇各斎いく各斎いくし、国地にしんがりたるは生の恥なりし、しばらく先んぜよとすなわちこれに代わりてしんがりすええ、馬を藍炉に殺して持って道を塞ぐ真の執借これに及び蜀蛇をいて肩に当て両師等を挟むいくとどまらば まさに三軍の虜りことならんとすととどまらずんばまさにその中をとらんとすと帰り見ていわく死生をなさんと執着いわく日のごときあらんとすなわち弓を緩めて後ろよりこれを爆すその遊具兵もまた兵を捨てて各債を爆す皆均衡にして面爆せられ中軍の国家に座せり神秘と帰る者を追わんとほす路英は剣をせめんとこう。 紀亡純円司会中軍を率いて刑事に勝つ逸遊、義功乱栄家軍を率いて死に勝つ長武歓喜、上軍を率いて牢を囲み勝たず十二月戊術新州に及び羊門の州を切る藩王羊門を攻むその御追歩祖をもって犬を門中に殺す妄想し、そのチュンを切り持ってこうのことを,つを作る飢外、羊門と性格難格等を焼く 流南紫弱諸侯の死を率いて新地の竹木を焼く人員当角北覚を焼く藩王羊門を攻め執借棟梁を攻む左三迫りて門中をめぐりもって公を倍数す。 成功がしてまさに優等に「走らんとす」「大使各へ」と馬を控えていわく「し」「速やかにしてとし」「略するなりまさに退かんとす」「君何ぞ恐れん」「かつ社職の主は持って軽々衆すべからず」「軽ければすなわち衆を失う君必ずこれを待て」と「まさにこれをおかさんとす」「大使剣を抜き王を立つすなわちやむ」「行進投身して意に及びん並みして気に及ぶ」 区分「冬10月路政で会合し激漁の誓いを温め諸侯ともどもを打った」「成功はこれを兵員で防ぎ某の門門外に檻を作りまた氷を守った」「祝左が戦う力がないならもっと険しいところを守った方がよろしいでしょう」と言ったがこうは聞かない成功の死は某の門に攻め寄せ 性の人がたくさんんに死んだ反戦士は正の積分子に告げていった「あなたとは親しい仲だから本当のことを言おう」「炉の人と虚の人が車線上でそれぞれの国境から攻め入りたいというのでもう許してある」「攻め入ったらあなたの国はなくなる早く何とかしなさい」そこでシカは聖功に知らせた「公は心配」を始めた安永が言うには「元より勇気のないお方だ」 そこへ持ってきてそんな話を聞かれた長いことはないであろう成功は富山に登って真の軍を眺めた真の方では芝を出して山や沢の険しいところを探らせ本当には軍の行かない地にも必ず旗を立て陣を分けたように見せかけまた車に乗る者については左の列は真の戦車だが右の列はただ人に旗を持たせて先に立て後ろから 妊婦らに芝を引きずり土ぼこりを上げさせるように命じたので成功から見ると恐るべき大軍のようにようであったから一人先に逃げ帰ってしまい兵員晦日の夜成の軍も逃げ出したこの時始皇が信仰に「カラスの鳴き声が楽しそうです」「成の軍が逃げたのでしょう」と言ったまた軽薄が中紅白に。 馬の稲きが遠ざかってゆく聖の軍が逃げるのだろう」と言った「また宗教が信仰に城の上にカラスが止まっています清の軍は逃げたのでしょう」と言った「11月堤防作清の軍は兵員に入りなおも聖の軍をつけた封鎖兵は大きな車を並べて細道を塞ぎしんがりを務めた「食尺」各斎が言うには「 「お前に我が軍のしんがりをやらしたのでは正の恥だちょいと先に行ってくれ」。そして A に変わったが A は馬を殺して細道に倒し通れないようにしていったのでやがて真の執着が追いつき触尺を,、えー、をいて肩に当てたが2つの矢が首を挟んで止まったそして U には。 車を止めれば立派な生け捕り大切に扱ってやろう止まらねば真ん中に3の矢だショクシャクは諸君諸君諸クだよね諸クは振り返って言った「誓うか太陽にかけてそこでユンズルを外してそれで後ろから縛り尺の右の兵も 武器を置いて各斎を縛った2人とも甲の上から後ろ手に縛られ秦の中軍の車に吊るした太鼓の下に座らされたさて秦の人は逃げる正の軍を追い打とうとしたが露英は城攻めを望んだので希望純円、司海は中軍を率いて刑事を落とし逸雄義皇蘭英は家軍を率いて死を抜いた。 寛樹は上軍を率いて牢を囲んだが勝てないのでそこを去り12月墓術信州について清の都に迫り羊門に生えていた州を切ったまた藩王はこの門を攻めその御者の追記は門内で蚊を振るい犬を殺してみせたまた門宗主は紋宗師は門の淳の木を切りそれで 信仰の金を作った「紀外羊門や西南の外城に火をつけ龍南紫尺は諸侯の軍を率いて新地の竹や木を焼き払い人員東北の外城に火をかけ藩王が羊門を攻めた宗釈は東門を攻めたが左の添え馬がそれ車は門の中を引き回されたが 「その間に尺は門の戸の廟の数を読んでいた」「さて成功はもう車を馬を車につけて誘導に逃げようとしたところ大使と各営とが馬を控え「秦の軍は進むのが早く戦いが急ですただ荒し回るだけでやがて引き上げるでしょう」「ご心配はありません」「それに国の主人は重々しくせねばなりません」「出ないと人々が離れますどうぞ待ってください」と願った。 孔は突っ切ろうとしたが太子は剣を抜いて馬の首側を吹っ切ったそれで思い止まった真の軍は孔心東へ犯して井まで行き南は木まで行った訓読「帝の思考諸大夫をさらんと欲しいまさに真に背きてその死を起こして持ってこれをさらんとす思考に告げしむ思考を許さず」。 これを聞き「養豚の院宣をして死行に告げしめて曰く黒人言う」「不国社職をつかさどりて死をいださず死して礼に従わざらん」と「不国位に尽きて今に五年死といず人それ不国をもって自ら一して千君の経を忘,れる忘るとなさん大夫これをはかれそれこれをいかんせん」と「死を断じて曰く君のそれ剛安樹を思うというか 我はもって社職を利戦とするなりと死者を見継手して答えていわく食職をまさに真にむつまじ真公うこれを試みんもし河ならば君にしてこれを告げもし不可ならば死を治めて退かんもって害なかるべし君もまた恥なからんと死後死を率いて兵をふに治むここにおいて帝の死去白勇死長帝白に従いて生を討つ。 思考視点姿勢守る二子思考の計りごとを知りて監守して入りて保つ思考をあえてその子に返せずその子手を打ち漁領に辞す有志上局に気づきついに栄を渡り先乱に先前に辞す意思表公私各栄氏を率いて非活処備兼務 妖料を犯し右利して倍山をめぐりて帝の東北を犯し中郎に至りて帰る志向順問を攻め城下に進して帰る御師の下を渡る神武これに及びその死多く凍え駅とほとんどつく神秘とその死ありと聞く志向いわく害あらず我しばしば奥風を歌いまた南風を歌とう南風競わずして姿勢をおうし祖は必ずこうなからんと。 当宿曰く天道は多く西北にあり南四時ならず必ず功をなからんと宗教曰くその君の徳にあるなりんと訳<文>帝の思考は大夫たちを追い払おうと思い臣に背いてその軍を引き入れそして大夫たちを去ろうと考え その思考に告げさせたが聞き入れない祖師はこれを聞き養豚の陰線をやって思考に言わせた「人々は私が国を治めるようになってからは軍を出したことがない死んでから父君にご挨拶ができまい」と言っているそうだ私は位についてから5年になるが軍はまだ外に出ない人々は私を自分の楽しみにふけて父君の行を忘れていると思うだろう。 よく考えてくれ、どうしたものだろう。四孔はため息をついて、ご主人は私を怠け者とお考えであろうか、私はこうして国のためを図っているのに、と言い死者に会い啓示をして答えた。今諸孔は真に親しんでおります。一つ私に試みさせていただきましょう。もしいいようなら、国、君自らお続けになり、 もししままずかったら軍を治めて帰りましょうそうすれば損もなく君のお名前も捨たりませぬそこで志皇は軍を率いてふんで勢ぞろいをやった折しも帝の司教白勇司長は帝博に従って勢を打っており志皇師典師政が留守をしていたが師典師政は志皇の考えを見破り 備えを十分にして城を守ったから志功もうっかりその軍に加わることができなかったその軍は手を打ち漁領にとどまり有志は上局に城を作りついに永水を渡って戦前に軍をとどめたそして石兵公子閣が襟抜きの軍で非勝処備剣牟洋領を犯し東に進んで梅山の裾を回り 帝の東北を犯し中路まで行って引き上げたまた志功は都の順紋を攻め城下に二晩泊まって宿って帰ったが魚師山の麓止水を渡る時に大雨に降られ「園の軍は凍えるものが多く妊婦らは大方死んだ」「真の人はその軍が来たと聞いたがこの時志向は言った。 なでもない私が,ドド私が度々北の歌を歌いまた南の歌を歌ってみたところ南の歌にはどうも気が乗らず生き生きとした声が出ないそうはきっとしくじるだろう。当主は言った天文の上で勢いは今大体西北の方にある南から出る軍はその時を得ないからきっと駄目だろう。また宗教は言ったつまりはその君の徳によることだ。 霊子は剣士に殺された聖光18年3書それからここですかね南風競わず死生をし南の歌にはどうも気が乗らず生き生きとした声が出ない それから「勢いは今大体西北にある」「この年再生は井の方にあり」「週の12月は井の方に立つ」という歴術上の考えから西北に運気が強いと言ったのである以上18年終わる次19年訓読慶の訓読 十有九年春王の正月諸侯出家に至故神秘と忠子をとらう皇姓を討つより至る中の伝を取る覚水よりす義尊祝神に行き宋の聖功を葬る夏永の孫林保死を率いて聖を討つ秋七月辛抱聖功を勘出す真の死界死を率いて聖を犯し国に至る聖功出すと聞きすなわち帰る 8月平身中村別出晴その太夫孝行を殺す帝、その台夫高士家を殺す,を殺す冬晴の霊子を葬る政府に気づく祝尊表真の司会に家に返す武将に気づく約文十有九年春王の正月諸皇は出家で誓った 真孫人が真に行き宋の聖功を葬った夏 A の孫林保が軍を率い聖を打った秋7月秦坊聖功漢が出した真の司会が軍を率いて聖を犯し国まで行ったが聖功が出したと聞きそれで帰った8月平清中孫別が出した 清ではその大夫孝子を殺した。帝ではその大夫孝子家を殺した。冬清の霊子を葬った。西の外城を作った。訓読「19年春諸侯貴城より帰り徳陽に辞行」。いわく大は書を犯すことなかれと。 地の投稿をトラウルはその我を打ち死をもってのゆえなりついに市場に自して我が伝を正す地の伝を取るに核水よりしこれを我に返す信仰をまず変える公真の立憲を頬に供しこれに三名の福を保う軍医芝四屈よい公園皆一名の福を浮く純炎に側近加壁乗馬を賜い後の呪房の家内に先んず純炎炭素して 陽を頭に生ず顔をあたり著用におびて闇命いず台風の先に帰りしもの皆帰なかえる近いまみえんことをこう入れず後をこういわく帝のせかなりと二月公院出すしかれども見て願すべからず戦士あらいてこれをぶしていわく後につこうることあえて主につこうるがごとくせざらんとなお見る乱開しいわく そいまだことを聖に終えざるがためのゆえならんかとすなわちまたこれを武士ていわく衆もし終わりことを聖に継がざるところのものあらばかのごときやらんとすなわち命してがを浮く戦士いれていわく我はあさしこれ上夫たることと訳文 19年春諸公は汽水まで行ってから引き上げ徳余で誓ったその言葉に「大いなる国は小さきを犯すなかれ」とあったこの時忠の塔皇を捉えたのは忠が我が国を討ったためであるそしてこのついでに四条に軍をとどめ我が領地の境を決め忠の伝を取り各水から北が我に返された信公は先に帰り我が公は真の六景を不縁でもてなされ皆三名の福を賜り 軍芝区・良公園は皆一命の福を授かったまた純園に錦一重ねに玉と玉と馬一条とを添えた贈り物に五の呪坊の金を先立てて賜った純園は熱が出て頭が腫れそこに用ができ甲賀を渡り長陽につくと重くなり目が飛び出た先に行った大夫たちは皆引き返し 司会が会がに行くと家へ入れず跡継ぎを問うと訂正が良いと答え2月後院死んだ目を見張り口を閉じ含ますことができないハンセン氏は手をすすぎ縁の身を撫でて「跡、えー、継ぎの後はきっとあなたと同じに大切にする」と言ったがまだ目をつぶらない。 蘭海氏が「生の始末がまだついていないためであろう」とまた身をなでて「あなたが亡くなったからといって生のことをやめはしない川の神にかけて」と言うとやっと目を閉じ癌を受けた「戦士はその場をいでていった私は浅はかなものだあれが男というものだ」。 訓読「真の乱歩を死を率いて A の孫文子に従いて背を打つ」「杵武士真に行きて死を排す」「信仰これを教す」「反戦し祭り政をなし諸病を付す」「杵武士たち采配慶守して曰わく小国の大国を仰ぐや百国の幸運を仰ぐがごとしもし常にこれを潤さばそれ天が終木栓兄ただ平勇のみならんにゃ」と「六月を付す」 聖にうるところの兵をも兵を持って臨書を作りて炉の子を命せり造武中、紀尊に言いていわく礼にあらざるなりそれ証明は天使は霊徳をし諸侯は時を言い功をはかり大夫は罰を称す今罰を称せばすなわち加等なり功をはからばすなわち人に狩るなり時を言わばすなわち民を妨げることをおうし何をもって名をなさん かつそれ大将を打たばその打るところを取りて持って息を作りその後列を命して持って子孫に示す名徳を明らかにして無礼を凝らすなり今はた人の力を借りて持ってその死を救うこれをいかんぞこれを名ん。小国大国にこうありて打るところを明らかにして持ってこれを怒らすは某の道なりと 成功を炉に目取りて眼意という功なしその鉄創正気功を生む持って大志となす諸子に中子重視あり重視平成らる中子がを生みこれを重視に食す重視持って大志となさんことをこうこれを許す中子曰く不可なり常を拝するは不詳なり諸行を犯すはかたし功の達也諸行に劣せり 今脳してこれを排するはこれもっぱら諸侯を退けて敵を持って負傷を犯す君必ずこれをクイーンと公曰く我にあるのみとついに大志公を貧賀してしめ公公うして賀に風たらしめもって大しとなし祝祭を勝負となす成功をむ最初ひそかに公を向こう病兵にしてこれを立つ公重視を殺しこれを蝶にさらす礼にあらさるなり 婦人は慶なし慶ありといえども長子にあらず夏五月人心会、生の霊子を出す倉庫をいにつき公子がを九頭の丘にとらう祝祭園をもって己を変えたりとす永遠と高頭に走りてもって背く 文真の乱方が軍を率い A の孫文臣に従って姓を打った」「貴武士が真に行き姓の駅に礼を述べた」「信仰がこれをもてなした時最小になった反戦士が吉備の苗を営じた」「武士は立ち采配継承して小国が大国を仰ぎますことは穀物が雨の恵みを仰ぐようなものです」 もしいつも恵み下されば天下全て親しみ和らぐことでございましょうただ私どもだけの喜びではありませぬそして6月を演じた「木武士は生で取った武器をいつぶしてンの章を作りそれにドの甲を掘りつけた増部中は木村に向かっていったそれは礼ではない章の名というものには」。 天使はその美徳を知るし諸侯はその時にかなってしたことや対抗を知るし大夫はその戦いに立てた手柄を知るという定めがあるけれども清の益は手柄を知るすとしても真の下回りを下に過ぎず炉の子を言い立てても人に助けてもらったのだし時にかなっているかといえば民を妨げたことが多い目を作る種がどこにあろう。 またもし大が将を撃った時は取った武器などで普通の道具を作り功を襟つけて子孫に見せる優れたところを明らかにし無礼な将国を戒めるためである我々は人の力を借りて自分の死にかかったところを救ってもらったようなものなのに何の命を作ろうか将国が運よく大国に勝ったとて取ったものを見せびらかしてその大国を怒らせる種にするのは国を滅びさす仕方だ。 聖皇はロから夫人を迎えた元遺棄と呼ばれたが男の子がなくその姪の創世記が功を生んだからこれを大使にしていたまた死生の妾たちの中に忠詩忠詩というのがあったが忠詩が愛されており忠詩は我を産んでこれを忠詩によく頼んだ忠詩は我を大使に立ててほしいと願ったところ功は許したその折忠詩は それはいけません。えー、と、中子は我のお母さんですね。それはいけません。正しい後継ぎをやめるのは不吉ですし、諸公を騙してはことが面倒になります。公は大使としてたびたび諸公に立ち並んで認められております。それを今言われもなしにやめさせるのは、ただ諸公を騙しことを面倒にして不吉を行うというだけです。きっと後悔なさるでしょう。 と言いましめたが、は、私の考え一つだと言いついに対し公を東京に追い公公をがの付き添いにして大使に立て祝祭を公の下役としたしかし公が病むと最樹はこっそりと公を迎え入れ病気が重くなると大使に立てた公は重視を殺して朝廷で晒し者にしたがこれは掟でない女には 身に刑を加えず殺しはしても朝廷や市場にさらすという市場にさらすという法はない重視は愛されてた人ですかねさて夏ええー。と 夏五月壬申みそかの霊光が亡くなり宗皇が位についた孔子がは九,九頭の丘に閉じ込められ祝賽栄は霊光の心を変させたものとにらまれたのでとうに逃げて背いた訓読「真の死海、清を犯し国に及ぶもう聞きて帰るは霊なり」。 4月定日において帝の高尊体出世、真の大夫に次ぐ反戦士信仰に言うに、その真を打つによかりしを持ってす、6月信仰を王に乞う、王これに退路を追死してもって行わしめしは礼なり、秋8月、聖の最長孝行を祭壇に殺してその質をかぬ、諸し,して聖その大夫を殺すというは君に倉木に従えばなり、 帝の思考の祭りごとをなすやもっぱらなり黒人黒人これをう料すなわち請求の難と順問の使途を問うず思考、罪にあたるその公と資格資、漁師の公とを持って守る資、漁、え、師、ー、の公とを持って守る公心私典私生黒人を率いてこれを討ち思考を殺してその質を分かつ。 所しててその逮捕を殺すというはもっぱらなればなり自然思考は宗子の子なり獅子孔は敬義の子なり敬義の藩は宗子に次ぎて愛したし獅子孔もまた愛したし紀の4年自然出仕漢の元年獅子孔出す獅子孔実に資格資料の質を助け算出いつのごとしゆえに何に及べり資格資料祖に出本す。 自覚誘引となる定否と支店をして国にあたり市政をして祭りごとを聞かしめ資産を立てて刑となす聖の刑法口頭を囲み勝たず冬11月成功これを囲む A の上場にあるを見てこれを呼ぶすなわち下る守備を問う備えなきをもって継ぐこれを有すすなわち上るしまさにつかんとするを聞き口頭の人に食せしむ食尺功労功労会夜追して 夜追して死を入れ永を軍に会にす政府に気付くは生を恐るるなり精神と平らぎ大水に事故ゆえに牧粛反戦死にかに返す牧粛宗教を見て最地の師匠を伏す宗教いわくきつあえて命を受けざらんにゃと牧粛帰りていわく生はなおいまだし もって恐れざるべからずとすなわち武将に気づく A の説教師出世当し悲しまず後世師曰くこれをそのもとを倒すという必ずその層を保たざらんと約文「真の司界が生を犯し国まで来たが元聞いて帰った礼にかなっている」。 4月定日に帝の高が亡くなった。それが秦の台風に知らされると反戦士から秦皇に取り継がれた村太は秦を秦臣を討った際によく務めたからと6月秦皇が王に願い出たので王は車を送りこれを使って葬式を行わし,行わしめられたこうある台風の礼にかなっている。 秋8月、生の妻女が孝行を祭壇で殺しその罪を取った生ではその逮捕を殺したと書いて国で殺したようにしてあるのは孝が主人の心のくらまされたのに従っていた罰「帝の思考の政治が自分勝手なので人々は嫌いそこで西宮の乱と順文の戦との裁判を起こした思考は罪があると決められたので」。 主兵兵とと資,資料ので家を守った弘信四天四政は人々を率いて討ち思考を殺して財産を分け取りにした帝ではその逮捕を殺したとあるのは自分勝手をした罰。さて自然と思考とは創始の子思考は敬義の子である敬義の位は宗師のすぐ下で2人は親しかったから 子も自然に親しくしくていた帝の紀公四年に自然が死に漢公元年に獅子公が死んでからは帝と子公が二人の子の子格と子寮との家を見てあり三家が一つのようであったため格も両も今度のことに巻き添えを食い添え逃げ出して子格の方は誘引になった。さて帝の人は 視点を摂生に姿勢を最小にし資産を慶に取り立てた正の刑法が高等を囲んだが勝てない冬11月成功が囲み封鎖縁が城の上にいるのを見て呼んだら降りてきた備えはどうだと聞くと何もありませんと答え功が移釈すると登って帰ったは 祝祭栄は江の軍がいよいよ城攻めにかかるのを知ると江東の人々を集めて縁を催したその騒ぎに乗じて祝詐コール会が夜忍び入り城の上から綱を垂らして軍を引き入れた A の体は軍中で塩漬けにされた祝祭へ なるほどえー、と「我が都に西の外城を作ったのは聖を恐れてのことである」「聖は真に和平をこい大水で誓っただから牧粛が反戦士と家で会合した」「牧粛は宗教にあって発する駒の第四章を鋭じたらこう今日は私がきっとお引き受けします」と言った牧粛は帰ったが 聖はまだ安心できない用心せねばならぬと言って武将に城を作った A の説教師が死んだのにこの当主は悲しまない康政師が言ったこれが根を踏み倒すというものだ通尺服ですねえー、と貴族の位に応ずる服。皇の救命の服から死の一命まで9等あるそれから呪房のかえ ですね、旅行が御子十房から贈られたかなえそれから純炎のこの純吾母が帝の女であるから帝政という帝のでの意味それから司教は生和の諸病。 蒋白の恵みは苗に注がれる雨のようだという表現があるそれから6月陰吉帆の行を信仰に臨んで用いたそれから司教の洋風の最地その第4章に救いを大国に訴えるという表現がある。 以上で19年終わる年あ20年訓読20年春大の正月侵害中尊職、拒否人に返して小に治行夏6月後進後進後成功宗公栄光定白宗白虚子中子斗子切迫気迫小中子に返して千円に治行。 秋、公開より至る中尊足、死を率いて血を打つ蔡その大夫公師将を殺す蔡の公師、李、祖に出本す陳公の弟公祖に出本す祝老生に行く冬十月平身作、く日これを食することあり既存宿、宗に行く約文二十年春王の正月侵外。 中村則が虚の人と会合し小で誓った。夏6月行進、公は新公、成公、総公、栄公、定白、総白虚子、朱子、節白気白、小朱子と千円で誓った。秋公が会合から帰られた。中村則が軍を率いて中を撃った西。西ではその大夫公子、小を殺した。西の公子、李が蘇へ逃げた。 陳公の弟公が祖へ逃げた宿老が生へ行った冬十月平身作日食があった既存宿が祖へ行った伝の訓読二十年春巨都平らぐ妄想史巨人に介して小日公は徳陽の誓いのゆえなり夏宣言日公は聖平らぐゆえなり 人しばしばいたりしも諸侯のことをもって報いることは問わず秋妄想し蝶を打ちてもってこれに報ゆ蔡の公子将蔡をもって真にゆかんと干す蔡人これを殺す公子李はその母弟なり故に蘇に出奔す賃の稽古慶院公子公の迫らんことを恐れこれを蘇に訴えて曰く蔡の芝と同じくはかれりとう人もって塔をなす 公祖に出本すはじめ蔡の文庫を真に使えんと推していわく我が仙君は千度の誓いに預かれり真はすつべからずかつ警定なりとそう恐れて行うこと後わずして出せりそひと蔡を使うこと常なし公子将仙君に従いてもって蔡を利せんことを求めしも後わずして出せりそし,して蔡その大夫公子将を殺すというは民と横を同じうせざりしを言うなり。 珍公の弟皇を祖に出奔すとはその罪にあらざるを言うなり公子皇をまさに出奔せんとし国に呼びて曰わく軽子無道にして珍国をもっぱらにせんことを求めその君を傍別してその信をすつ五年にして滅びすんばこれ天亡きなりと生死初めて生に弊するは霊なり。 約文20年春虚と和らいだ孟宗氏が虚の人と会合し章で誓ったのは徳世の誓いによるもの夏千円で誓ったのは生が真に和をこうたため中の人がこれまでたびたび犯したのだがこちらは諸公の会合などに忙しくて返報ができなかったそれで秋孟宗氏が中を打って返報した彩の公子章が彩を従えて真につこうとしたが彩の人はこれを殺した 孔子李はその道母邸だから蘇へ逃げた。陳の慶子、慶陰は、孔と陰両方とら、孔子孔の勢いを恐れて蘇に告げ口をした。こうは祭の芝と同じ腹です。そこで蘇は陳を攻め、孔は自ら訴えるため蘇へ逃げた。 はじめ蔡の文公は真に就こうと思って父君は先祖の誓いに預かっておられた。真に背いてはならない、その上同棲だと言っていたが祖が怖いので行けずにいるうちに死んだ。祖の人はやたらに蔡を使うので、孔師匠は亡き父の心に従い、蔡、えー、のためを図ったのにしくじって死んだのである。 斎ではその大夫フ孔子将を殺したと罪があるように書いてあるのは民と意志を同じくしなかったことを言うのである。また陳孔の弟孔が曽へ逃げたとはうに罪がないことを言うのである。うは逃げるとき都に向かって叫んだ。慶のやつらは不都合だ。陳の国を独り占めにしようとして君を侮り。 兄弟を引き離した。五年のうちに滅びなかったら天に神はないのだ生死が初めて生へ挨拶に行った条例である訓読冬厳し宋に行くは小術の兵に報ゆるなり 団公を迎えてもって京を受けしむ上亭の七章を伏してもって追うそう人重くこれに舞の帰りて含めす公これを教す距離の訴訟を伏す公南山雄大を伏す武士所を去りていわく神は耐えざるなりと英の年刑しやむ当主を召していわく我罪を君に得たり九ゆとも及ぶ亡きなり名は増して諸公の策にあり 曰く総林保年職その君をいたせりと君いらばすなわちこれを覆わんもしよくこれを覆わばすなわち我がこなりもしあたわずして直木臣あらば我ウールあらんのみ来たりらわじと当子許諾す軽子ついに出す約<訳>文冬木武が僧へ行ったのは小術が来た返礼である。 そうでは団に迎えられてのもてなしを受けた武士は「リの花」の第七章を演じさらに末の章まで歌った「章の人は多くの贈り物をした」かえって覆命すると甲が縁を賜り武士が「魚の網」の末の章を演じ甲が「南山の球を返された武士は席を避けて答えた「私にはもったいないお歌です」A の銘慶士が病んで当主を呼び寄せて告げた。 「私はご主人にすまぬことをした」「悔いても追っつかぬ」「主人を追った悪名は諸侯の記録に載せられて残る」「孫林浦泥職がその君をいだした」と書かれてあるのだ「ご主人が戻られればその名は償われる償いができるとすればそれはお前だもしできないとして死んでも魂があるならば私の魂は飢えるばかりだ祀ってくれても食べには来ないだろう」 当主は承諾したそれから慶子は亡くなったえっ、ー、と「死刑の引用は生和の状態」ん「桃状態」上帝「妻子兄弟の仲良く家が結まじいことを表現しているこの詩を借りて結婚の間柄にある僧侶のよしみを祝ったのである」。それから 御理「末の将に良い時を得た」という表現があるのを借り運よく死者の役,役目を果たしたと述べたものおよび生姜の難産勇退「君に君子国に君しがあり国の光が増す」と歌ってある以上で20年終わる21年訓読 二十一年春王の正月、孔真に行く、中の初期、詩、旅休をもって来本す、夏孔真より至る、秋真の乱へ祖に出本す、九月孔述作、日く、日これを食することあり、冬十月孔真作、く、日これを食することあり、蒼白来朝す、孔真孔、聖孔宗公、栄光、定白、蒼白、虚子、虚子に精進に返す。訳文 21年春王の正月皇が新へ行かれた中の初期が質旅休をもって逃げてきた夏皇が新から帰られた秋新の乱英が祖へ逃げた9月皇術咲く日食があった冬十月皇姓咲く日食があった蒼白が来朝した皇が新皇聖皇宗皇栄白 白蒼白虚子虚子と精進で会合された「伝の訓読」「二十一年春公子に行くは死と虚の伝を取りし唐を拝するなり虚の初期質旅休をもって来訪す岐部士公の古史をもってこれに目合わす皆その従者に賜をありここにおいて炉に唐をおし」 増部中に言いていわく死何ぞ塔を治めざると部中いわく治むべからざるなり骨また当たわずと既存いわく我に司法ありてその塔を治む何のゆえに不可る死は死考たりまさに塔をこれとめてさらんとすこれをいかんぞ当たわざると部中いわく死は街当を召して大いにレす何をもって我が塔をとどめん死は生形となりて街当をきたし 骨をしてこれを晒しめんとすはた何をもってよくせん初期雄をチュに盗みて持ってきたる死は騎士をもってこれに目合わせてこれに雄を与えその従者は皆たもをあり学のごとき対等にこれを礼するに君の腰とその在布と思ってし、その字には草木よはその生なる者には衣装検体なるはこれ等を称するなり 称してこれをさらんとすそれあるいはかたからんコツやこれを聞く上位にあるものは、うん、上位にあるものは その心を採択しいつにしてもって人を待ち喜怒とその心は明朝すべきなりしかるのちにもって人を治むべしとそれ神のなすところは民の帰するところなり神のなすざるところにして民あるいはこれをなすこれをもって競馬と加えばあえて懲りざるなしもし神のなすところにして民もまたこれをなすはすなわちそのところなりまた金詰けんにゃ 箇所に曰くこれを思うもここにあり、これを除くもここにあり、これを明言するもここにあり、誠にこれを言い出すもここにあり、ただてこう思えと、まさに己がいつを用いると言わんとするなり、誠に己のいつを用いて、しかるのちにこうは思うべきなりと、初期は慶にあらざるなり、地をもってきたれり、癒しといえども必ず処するは地を重んずるなり、 訳文21年春孔が真へ行かれたのは聖の戦と忠の伝を取り戻したことに礼を述べられるためであった忠の初期が執と琉宮と思って逃げてきた岐部氏は孔の叔母を初期に目合わせその友の者に皆物を与えたこの頃ろ炉には盗人が多かった。 そこで既存が増部中になぜ盗人を取り締まらないかというと部中は答えて「取り締まりはできないそれに私には力がない」「国には司法の関書があって盗人を取り締まっているなぜできないかあなたは思考だ盗人をせっせと退治する役目ではないか力がないはずがない」「あなたがよその盗人を呼んで大切にしているどうして国の盗人をやめさせようか」 あなたは最小の身でありながらよそのぬ盗人を呼び入れるそしてこの私に退治させようとしてもそれはできない初期は中から土地を盗んで持ってきたあなたは工場を目合わせてその土地の領主にし友のものまで皆物をもらっているこんな大盗人それを大切がってご主人のおばごと大きな土地をあてがいその下のものには召使いや馬や車をもっと下っ端にも着物や 剣の帯を与えるこれは盗人を称するというものだ称しておきながら退治しようと言ってもそれはできない話でしょう私が聞いたことに神にある人は心を清らかに原稿一致で人を扱い下の者から押し上がってもその成直なことがよく分かってこそ人が収まる神のすることは民の手本神でし紙でしないのにそれを行う民があればそれでこそ罰を加えてこらすことができる もし神の者のがしたことならばし下でやってもそれは当たり前なのでとても禁じられはしない。箇所に「思うものここにあり覗くものここにありなお実にかなわしむるもの」な「な、え、お、ー、実にかなわしむるものここにありまことにすべてのもの,こそものここにいずさらば帝よ」 「さらば帝よ功を思いたまえ」とあるのも自分の原稿を一つにせよと教えているので全くそうあってこそ政治の功も望めるだろうさて初期は経ではないそれでも土地を持ってきたからには卑しい身分の人のことでも書いておくそれは土地を重んずるがため訓読 成功・刑査をして逮捕・たらしめまた公子がの党を打ち公バ倍を苦党の急にとらう公子諸来本数宿村線・縁に走る夏・祖の志向・出世・祖師・意思表をして霊院たらしめんとす新宿よに問う新宿よいわく国に超多くして王を沸かし国は治むべからざるなりとついに病をもって辞す。 書にあたり地を掘り氷を下して称し剣を重ね旧を着染色して犬阻止意をしてこれを見しむ服していは空席は花すなわち鼻は出ししかれども血気いまだ動かずとすなわち指南をして霊院たらしむ約分 成功は慶査を逮捕にしまた公私がの味方を責め公バイを九頭の丘に閉じ込めた公私書は我が国に逃げ祝尊館は園へ走った夏祖の志向がなくなった祖司は意思表を霊院にしようとした氷河新宿与に相談すると与は国に憲政家が多くて王はお若い。 とても手に負えませんと言ったので病を申し立てて辞退することにした「暑い時であったが地を掘って氷を置きその上に寝て綿入れや皮衣をかけ食べ物を減らしていた」「祖師が医者をやって見回せたところ覆面して言うには「痩せていることは大したものですが脈や元気にはまだ変わりがありません」「それではと」と指南を霊因にした。 蘭漢士藩戦士にめとり返しを埋めり藩王その逃げ死をもって乱士を恨むゆえに乱へと皇族大夫となりて愛よからず漢士出仕乱起その老衆品と通じほとんど資質を失わんとす返しこれを売りょう料旗その当然ことを恐るるやこれを戦士に訴えて曰わくええまさに乱をなさんとす藩士をもって返しをしせりとして 祭りごとをもっぱらにすとなすいわく我が父王をお意志に怒らずして長を持ってこれに報いまた我と官を同じようにしてこれをもっぱらにせしめ我が父死してますます富我が父を死せりとして国をもっぱらにす死するあらんのみ我これに従うことなからんとその計りごと格のごとし。 おそらくは主に害やらん我あえて言わずんばあらずと藩をこれが長をなす開始死,死を好み死多くこれに着せり戦士そのしを多を恐るるやこれを信ず開始かけたり戦士長に気づかしめてついにこれを追うあき乱栄祖に出奔す戦死ー公園家保四空生平与当宿、兵士、新書溶舌子祝勇を殺し 叱教石猿をとらう人叱教に言いていわく死は罪にかかれりそれ不治となさんかと叱教いわくその死亡せんよりはいかん死にいわく言うなるかな言うなるかないさすかもって年を終と地なりと学王府叱教を見ていわく我死のためにわんと叱教を答えずいず敗せず その人皆宗教をとがむ宗教いわく必ず期待符ならんと失をこれを聞いていわく学王府君にいわば行われざるなからん。御主を許さんことを求めしに御主許さず期待符のあたわさるところなりしかして必ずこれによらんというは何ぞやと宗教いわく 学王府は君に従うものなりなんぞよく行われん。期待府は外をあぐるに衆を捨てず、内をあぐるに心を失わず、それ一人我を残さんにゃ。死にいわく、確たる特効あり四国こ,これに従おうと、風刺は確たるものなり。と。 脈文蘭関氏は藩政氏の娘をめとって返しができた藩王は先に新へ畑秦へ逃げ,逃げねばならなかったことで蘭氏を恨んでいただから蘭英とは共に皇族待遇になったけれども仲良くはいかない関氏が死んでから妻の蘭樹は過労の終日と通じ家を乱して財産も空っぽになりかかった 蘭栄は心配していたが蘭気は蘭旗にとがめられるのを恐れ戦士に告げ口をした蘭英は謀反を図っています。 うん「藩士はもう藩士が死んだのだから構いはせぬという腹でいる」とそう考えこう言っています。 王は父から追われた男だのに藩士は叱りもせずかわいがって慰めまた私と同じ官位にして威ばらせている父が死んでますます財を増やし父が死んだからと一人でのさばる死ぬだけのことだやつに従うものかこんな考えなのです父君におけがでもあってはと心配ですから申し上げずにはおれませんそして藩王もこの告げ口に合図を打った「もともと海氏は人に施すのが好きで 多くの死が心を寄せていたから戦士はこれを気にしていたこととて蘭気の源を信じた。飼いは家計であったが戦士はこれに朝の白武神を命じ朝に行ったところを追い出したそこで秋蘭旗は祖へ逃げ逃げたのである。戦士は、 キー公園家宝四空生平与当祝兵氏新書溶舌子祝勇を殺し八家執教石炎を捕らえたある人がえー、ある人が執教にあなたはむざむざと罪に引っかかった目先が見えぬと思われるでしょうにというと祥は祥祝祥ですかね 「捕まっても死ぬよりはましだろう死に伸びやかに伸びやかにいとまありてぞよう破天とある目先が見えるのだ」と答えた「学王府が来てあなたのことを頼んであげよう」と言ったのに出張は答えもせず帰るのに礼もしなかった家の者が皆咎がめると木の大風に限るよと言った家老がこれを聞いて「 学王府がご主人に言えば何でも通りますせっかく取りなしてあげようと言ってくださったのにあなたはお頼みにならない 木の台などはダメです。それをあの方に限るとは「なぜですか?」と言うと出生は答えて「あれは君の気に入りに過ぎないそんなのではダメだ」ところが「木の大布は他人を勧めるには敵でも構わず身内を勧めるには子でも兄弟でも構わないそれが私だけを見残すはずはない死に目ざとき得の人ありてよもつくみと従えりとあるが大布は目ざとい人だ。 訓読信仰宗教の「教にやっぱ「京」と振ってあるのも「小」と振ってあるのもどっちも間違いじゃないんだけどどっちがいいかまた後で検討しましょうとりあえず今「京」と読んどこう「宗教の罪を学法府に問う答えていわくその芯を捨てずそれあらんとここに置いて既敬老せりこれを聞き実に乗りて戦士を見ていわく死にいわく我を 敬意して限りなし子孫これを休んずと書に曰く生にして母君あり名帳定め休んずとそれ測れて過ち救くのを恵み教えて生まざる者は宗教あり社食の固めなりなお実世これを許してもって納者を進めんとす今いつにしてその身を許さずもって社食を捨てんとすまた惑わずや 本曲せられてうう怒りいいん太鼓を放つもこれを賞としてついに遠職なく関西陸せられて宗公王を助けたりこれをいかんぞそれこう思って社職を捨てんし善をなさば誰かあえて勤めざらん多く殺して何をかなさんと戦士喜びこれと乗りもってこれをこうに言いてこれを許す宗教を密意して帰る宗教もまた許されしを告げずして調す。 はじめ、執教の母出庫の母の美なるを妬みてまみえしめずその子皆その母を勇むその母曰く新山大宅、実に良太を称ず。彼は美なり我その良太を生みてもって何時に災いせんごと恐る何時は兵族なり国に大将を推し婦人の人これを感せばまたかたからずや我何ぞをしまんと行きて真をみしむ出庫を生み美にして有力あり 乱「これを平すゆえに溶絶しのく何に及べり<文>」「さて信仰が宗教の罪を学王府に聞いたところ王府は親族を見捨てない人です」「おそらく関係があるでしょう」と答えた。 この桐はもう隠居していたが事件を聞くと宿継ぎの早う馬車で戦士のところへ来ていった詩に「限りなき恵みの教え伝えてん馬子の末に」とあり書に「聖人の計り起きつるその子を明らかなり薫るなく保たん」とあります今事を謀ってめったに外れず人に教えて生まないのは誰かといえばそれは宗教です。国の、 石柱とも申しましょう10代の末までも罪は許して働こうとする人たちの励みにすべきであるのに今一人や二人の親族のためにその身を許さないなどとは国を倒すやり方です間違ってはいませんか昔コンは殺されてもこの「う」は身を起こし委員は対抗を追い出したこともあるのに「最小」にされ 彩縮は罪を受けましたが兄弟の宗公は王の助けを務めました「多く殺すばかりが脳ではないでしょう」「戦士はこれを聞いて大いに喜び」「斬ったを自分の車に乗せて行き共にこのことを信仰に話して宗教を許し今日には愛もせずに帰った今日も宗教も戦士たちに礼の一言も言わずに朝廷へ出た」「はじめ宗教の母は」 の母が美しいのを嫌って夫に勧めなかった子供たちが皆皆で母をいめると母は言った「深い山大きな沢にこそ竜や大蛇が出るものあれは美しいあの人が竜でも産んでお前たちに災いを及ぼすのが怖いお前たちの家は衰えているそして国には勢いの強い家が多い」。 もし兄弟の中に変わったものでも出て勢いのある人々の間に頭を出しでもしたら本当に危ないことです何も妬むのではないそしてこの女に夫の寝間の世話をさせたところ執子を生んだ美しい子で勇気があり蘭海氏に可愛がられていただから宿の家溶絶師の一族は巻き添えを送ったのである訓読 蘭栄衆をすぐ衆の聖妃これをかすむ公人二次していわく天使の陪審へ罪を王の主神にへまさに罪を逃れんと死い罪公殿に重なりて伏算するところをしあえてその死を敷く昔陪審所よく力を王室にいたし王恵みを施せりその子縁その父の老を保審することあたわず 太君もし書の力を捨てずんば亡身なお逃れるところあらんもし書の力を捨てて縁の罪を思わば信は陸よなりまさに死に医師に寄せんとすあえて帰らずあえて死体を敷くただ大君命ぜよと大いくとがめてこれにならうそれまたはだはだ死と死とをして乱死をかすめしものを,、えー、を禁じて取るところをかえさしめ功をしてこれを還元よりいださしむ 冬宋の武庫を来朝せるは初めてまみうるなり精進に返せるは乱子をこするなり成功栄光不敬なり宗教をわく二君は必ず免、ま、れじ会長は礼の敬なり礼は祭りごとの世なり祭りごとは身の守りなり礼を怠れば政を失う政を失えば立,立たずここをもって乱るるなりと。 次期中高期執着警戒正に出本す皆乱子の党なり学王府反戦士に言いて曰く何ぞ執着警戒を変えざる有志なりと戦士曰く彼は乱子の言うなり我何ぞ縁と王府市曰くしかの乱子とならばすなわちまた死の言うなりと正の宗公長子 食釈各歳を指さしていわくこれ歌人の言うなりと執釈いわく君もって言うとなさば誰かあえて言うとせざらんしかれども真は不憫にして平院の駅に西に先立ちて泣けりと宗公勇釈をなす食釈各歳預からんとす執釈いわく当領の駅に真のさん迫り門中をめぐりてその枚数を知るそれ持ってこれに預かるべきかと 講師は真君のためにせるなりと答えていは空心霊となること新たなりしかれども二子は禁じゅうに例えば真はその肉をくらえてその皮に新所するなりと約文「さて蘭英が衆を通った時」。 教の人が襲っって罪を奪った蘭英は王の後人に訴えていった私は死んで罪を得て逃げる途中刑を離れたところで重ねて罪を得ましたもう逃げ隠れもできません恐れながらここで死なしていただきましょう昔私の祖父諸亜蘭諸王室のために力をいたすことを得まして王よりお恵みを賜りましたその子縁は 父の功を保つことができずに終わりましたが、大君がもし、大君がもし、書のことをお忘れでなければ、私もまだお助けがいただけましょう。もしお忘れであって、縁の罪ばかりをお考えであれば、私はもとより罪人の落ちこぼれでございますから、亡骸は医師にお下げ渡しくださいませ。お下げ,お下げ渡しください。どこへも戻りませんで、ここに身を伏せます。ただ、大君のご命令のままでございます。 王はこれを聞き「人をあんまりだととがめておきながら自分がついそのまねをするのはもっと悪い」と言い官に命じて卵子のものをかすめたものを捕まえ取ったものを返させ地方の役人に返しを送って菅円から衆を出させた「冬宋の武功が来庁したのはその即位から初めて来たのである精進で会合したのは卵子の所構えを命じたのである。 この栄は礼を宗教が言うには二人はきっと身を誤るだろう。会合や朝見は大切な礼である礼儀は政治の乗り物政治は君たる身の守り礼を怠れば政治は道を失い身が立たないそこで乱れるのだ。四季中高期執借敬戒は生へ逃げた皆乱死の仲間である学王府が戦士に言った。 終着警戒は呼び戻せましょう勇士です戦は言った「あれは卵子の勇士だ私の役には立たない」。王府は言った「あなたが卵子になればつまりまたあなたの勇士です」。また聖の宗公が朝廷に出て触釈覚悟を指し「これが私の勇士だ」と言った。 すると執着が言った「ご主人が勇士と仰せならば誰が勇士でないと思わせましょう」しかし私は愚か者ながら兵員の戦では二人に先立って名乗りを上げたものです孫公が勇士に限って杯を与えようとした「奨借各斎がまずいただこうと思っていると」と執着が言った「東の門の戦いに私の左の添え馬がそれ」。 車が門内を引き回された際扉の秒の数を呼びましたこれでお酒漬きがいただけましょうこうが言ったお前は信仰のためにやったのだ釈は答えた私は信山者でございますしかしこの二人を取鳥獣に例えますなら私はその肉を食べてしまいその川の上に寝ているわけです点で比べ物にはなりませぬ えーと少し記事が誤りがあるんですかね。えっ、ー、とまあちょっとこの辺は置いといて。書,書の引用は一緒と「仮病」を使ったところですが仮病とは分かったがその意思を知って表を許した。 それから、詩は一詩、および詩教の体がよく、終章の列文。それから、諸教の箇所の陰性。 こんなところで以上で21年終わる訓読22年春大の正月後海より至る夏4月秋7月親友宿露出す冬孔新孔聖孔総孔栄孔定白蒼白虚子虫子切迫気迫小虫子にさずに返す後悔より至るそその台風孔子追従を殺す 訳文22年、春王の正月皇が会合から帰られた夏4月秋7月親友宿老が出資した冬皇新皇聖皇宗皇永博帝博聡博巨子樹誌切白、切白、喜博 <laughs> 小朱子とさずいで会合した皇が会合から帰られた祖ではその大夫、皇子追上を殺した。 訓読。「二十二年春増部中真に浮かんとす」「雨降りて魚宿によぎる魚宿その優にありまさに酒を飲まんとす」「曰くいずくんぞ聖人をもちん」「我はまさに酒を飲まんとす」「しかるに己はうこうす」「何ぞ生をもってなさんと」「牧宿これを聞いて曰く図工べからざるなりしかるに詩人におごる国のとなりと」「その負を倍せしむ」「夏神秘と蝶を帝に調す」 定義と小政尊虚をして答えしめていわく昔真の千君当降の9年我が家訓ここに位につけり位に尽きて8月にして我が先大府志し、家訓に従いてもって執事に調瀬しに執事家訓に礼あらず家訓を恐れたりこの功により我が2年6月にして に調節しに「んここをもって義の駅ありき」「そひとなおきついて平勇に心霊せり平勇執事に従わんとほっすれども太勇足らんことを恐れていわくんそれ我を幽霊に強説と言わんとここをもってあえて祖に啓示せざりき我が四年三月に えー、仙台府司教また家君に従えてもって金を祖に見る新国においてか商業の駅ありき我が兵友に言う祝公新国にありこれを総目に例えれば我が宗味なり叱るに何ぞあえて支持すると祖もまた競わず家君その度実を尽くしこれに重ぬるに草教をもってしもって生命を受けついに軍神を率いる。 執事に従いてもって最終に返し祖に G あるもの思考石油をば帰りてこれを遠ぜり適量の妙年死境老せり高尊化核に従いてもって君に調子焼中にまみえ藩を取るに預かれり二年を隔てて君まさに10日を休んぜんとすと聞き四月また調してもって時期を聞けり調せざるのかん年として閉せざることなく 益として従わざることなかりき大国の精霊の常なく国家疲弊にして国家疲弊してふぐしきりに至るをもって非として恐れざるはなし兄あえて職を忘れんにゃ大国もしこれを安定せばそれ長責貞にあらん何ぞ名をかたじけ農せんもしその憂いを憂えずしてもってこうじっとなさばそれすなわち訓命に堪忍せずして先生られて九州となることなからんにゃ 平友これ恐るそれあえて訓明を忘れんや、これを執事に委ぬ執事これに執事実に不幸これをはかれ」と「訳分二十二年春増部中が新へ行こうとして 雨のの中を魚の里に差し掛かった。するとここに住む魚宿が折しも酒の支度をさせていたが成人が何になる私は酒を飲もうとしているのにああして雨の中を行く成人なんてつまらんと言った牧宿がこれを耳にして役にも立たぬやつがお死者ししを馬鹿にする国の木っい虫だと言って魚宿の税金を倍にした夏真の人が丁に 血と顔を出されたいと命じた。邸の人は小生の高尊教に答えさせた。昔、真の御先代東高の九年。私どもの主人はこの年に暗いにつきました。暗いについた八月に、今は亡き台風獅子が主人に付き添っておそばに伺いましたところ、おそばの方が主人に礼儀を尽くしてくださらなかったので主人は恐れ、これによりまして二年六月には祖に出ました。 神はそのために義の戦をなさいました。それでも祖はなお息が盛んで私どもには十分の礼儀を与えました。私どもはおそばに参りたかったのですがまた、それではお咎めを被るかと思いました。神が私どもを礼をわきまえた国に従わぬのか、従わぬのかと言われはせぬかと存じた次第,次第です。そのため祖から離れることを控えました。4年3月、今は亡き大夫、司教が友をしてまた、 祖の様子を見に参りましたのでここで「神は商業の戦いをなさいまして私どもへ仰せになります」には「帝が神に親しいことは草や木に例えれば帝は神の匂いとも言うべきだそれを何故ついたり離れたりするかとかとかようでした」その頃から祖の勢いも抜けましたし主人は産物をえり抜き病の宝を加えて同盟を受け やがて多くの信を率いておそばに従い年の末の会合に並び祖に心を寄せた志功石油は帰ってから打ち果たしました。激漁の翌年司教が隠居しまして高尊家がとをしご主人にお見舞いをいたしましたのは春の新酒を新しい酒を病に おおめなさる頃とて、祭りりのの肉のお裾分けに預かりました。「2年を隔ててご主人が東をお平らげなさろうとするのを承り4月にまた参って会合の日取りなどを伺いましたじきじき参らぬ時でも逮捕を伺わせぬ年はなくお味方をつかまつらない戦はありませぬ」。 大国の御命令には時の定めがなく国は疲れて思いがけぬこともしきりに起こりますので心安き日は一日もありませんどうして御命令をなおざりにいたしましょうか大国がもし安らかに治めてくださるならば秋に晩朝に晩にお庭におりましょう御命令をいただくまでもないことですもし小国の災いを誠に憐れまず 口先だけのお助けであるならば一っご命令はお受けせず滅びて仇となるでありましょう私どもは心安らかでありませんお申し付けはよく存じておりますお指図はおそばの方にお願いいたしますよろしくお取り計らいください訓読 秋蘭英、祖により生にゆく安平中聖光にいいていわく精進の会に名を真に受けたり今蘭氏をいるまさに豆国これを持ちんとする章の第二ゴールゆえんは真なり真を失わば立たず君それこれをはかれと聞かず退きて沈文心告げていわく人に君たらば真を取り人に真たらば日を取る中心特計は聖かこれを同じうす、天の道なり 君自ら捨てたり久しきことあたはじっと9月帝の高孫国公病やり雄を公に返し失労宗人を召して壇を立て官を退け祭りを薄う,うし祭りには特用を持ってし院には鐘楼を持ってし持って祭りに供するに垂るのみにしてことごとくその余裕を返さしむいわくこれを聞く乱世に生まれ尊くしてよく貧しければ民 求めることなし、もって後に滅ぶべしと、敬虚をして君と二三子とに使えよ、生は警戒にありて、富にあらざるなりと、騎士白鳥出す、君子曰くよくいましむ、死に曰く、何時の行動を慎み、もってふぐをいましめよと、帝の死長それあり、冬さずいに返するはまた乱死をこするなり、乱栄なお生にあり、安心曰く災いまさに起こらんとす、生まさに心を打たんとす、もって恐れざるべからずと、 訳文「秋蘭永が祖から生へ行った安平中生英が成功に言うには精進の会合で真に約束をしたのに今蘭州を入れたのでは何もなりません生が大に仕える道は真偽でありこれを失えば国が立ちませんよくお考えくださいこうは聞かない」「平中は退いて陳文史に告げた。 人に君とあれば真を守り人に真とあれば慶を守る真と慶とは上下で相町の天の道ですそれを君自らお捨てになるようでは先がお長くあるまい9月帝の高尊国用が患って領地を君に返し家老や親族を集めて暖を建てたそして家の役人を減らし祭りを質素にし常には 羊一頭特別には羊と豚とを供えることにし粗末にならぬほどにとどめて必要でない領地は残らず君に返したその時国曜が言うことに「私の聞いたことだが乱れた世にある時は尊くても貧乏に甘んじさえすれば下の人から恨まれることがなく滅びるのも一番後だということだ」「謹んで君と二三の人に仕えなさい安らかに生きる道はよく用心することで財産ではない」 騎士白鳥は亡くなった君子は表して言う「良い戒めだ死に身の程を慎みて思わぬ間がに心せよ」というのは帝の市長のことだ冬さずいで会合したのは重ねて蘭子のろ、えー、構えを命ずるためであった蘭永はまだ姓にいたが安子は災いがやってくる。 生が真を討とうというのだ用心せねばならぬ」と言った「訓読」「その歓喜、霊院指難に長あり未だ六を増さずして馬数十条ありそしてこれを売りうりょう王まさにこれを当然とす至難の子気質王の御師たり王これを見るごとに必ずなく気質いわく君三度真に投げりあえて問う誰かこれ罪あると王いわく霊院のよからざるは 何時の知るところなり国まさにこれを当然とす何時それおらんかと答えていわく父陸せられてこうおる君いずくんぞこれをもちん目を漏らし形を重くするは真もまたなさずと王ついに死難を長に殺し歓喜を死教に関す死難の真気質に言うう死の死を長より移さんといわく君心礼ありただ二三死と三日にして気質死を孔う 王これを許す。すでに葬る。「そのといわくさらんか」と「曰く我は我が父を殺すに預かれり去りてまさに遺くにかいらん」とすると「曰く死からばすなわち王に死んたらんか」と「曰く父を捨てて仇に使うるは我は忍びざるなり」とついにくびれて死すまた意思表をして霊院たらしむ公私貴を芝となし屈権を爆豪となす」。 医師に長ある者八人皆六能して馬を押し他実長し伸縮与と伸縮与と言う答えずして退くこれに従おう人中にいるまたこれに従おうついに帰る長を退きてこれを見て曰くし見たび我を長に苦しめり我を恐るあえて水んばあらず我誤たばししばらく我に告げよ何ぞ我を憎むやと答えて曰く 昔歓喜、死難に長あり、死難は罪を得、歓喜は斜列せられたり、何のゆえに恐れざらんと、自ら御して帰り、道に当たる当たわず、至りて八人の者に言いていわく、我は神宿を見る、風子はいわゆる死を生かして骨に憎するなり、我を知る者、風子のごときはすなわちかなり、死からずんばこうやめんと、八人の者を辞して叱るのちに、おうこれに休んぜり。 「12月帝の夕飯まさに真に寄せんとす」「いまだ社会を入れず妻を無こうる者にあいこれを奪いてもって勇に関す帝氏その夫氏名を責めてこれを殺しその妻をいて去る」「四天四両を拝して退縮を立てていわく国慶は君の地なり民の主なり」「持って仮初めにすべからず位氏名の輩を捨てんと」 妻を失いし物を求めてそのところに帰らしめ融資をして恨,し恨むことなからしめていわく悪を明らかにすることなかれと。約分<文>「その歓喜は霊院指南に愛され身分身分は上にならぬが馬を数十錠も持っていた」。その人はこれを、意味、 王はナ難をと打とうと思った。ナ難の子気質は王のそばそば役であったが王は気質を見るたびにきっと泣いた。それで私に三度も泣いてお店ですが一体誰のためになさるのですかと問うと王は言った。霊院の良くないことは知っての通りだ。 国の罰が下ろうとしているのだがお前はこのままでいてほしい」気質は言った「父を殺して子を使っておく」「これは君のなさることでなく君の命令を人に漏らして罪を重くするこれは真のすることではありませぬ」王はついにナンを朝廷で殺し歓喜を車先にして国中に引き回した「ナンと歓喜」。 至難の信らが気質に父君の亡骸を朝廷から下げましょうとこうと君臣の礼があるただ大臣方にお任せしようと答えそれから3日して亡骸をいただきたいと申し出て王に許された「葬式も済んでから家の者がよそへ行きますか?」。 というとう「私は父を殺す相談に預かったものだ行ってもどこで入れてくれよう」と答え「それならば王にお仕えしますか?」と聞くと「父を見殺しにして敵に仕えるそれには忍びない」と答えついにくびれて死んださてまたも石氷を霊院にし光子機を芝に屈賢を幕府にした。 医師に愛されている8人が皆身分はないのに馬を多く持っていたある日医師が朝廷に出て「新宿よ」と話そうとすると世は答えもせずに退き追ってゆくと人中に紛れなおもそばに行くとついに家へ帰ってしまった医師は朝廷を下がってから世を訪ねて「新宿よ」を訪ねてあなたは三度も私を朝廷で困らせただから気がかりでどうしても会わずにいられない。 私に過ちがあるならちょっと教えてほしいなぜ私を避けたのかすると答えていた「私はあなたとお付き合いはまっらですお教えするどころではありませんなぜか前に歓喜は四男に愛されたので四男が罪を受けた時木も車咲きにされました恐ろしいではありませんか」。 医師は自分で馬を漁して帰ったがうまく道の真ん中を行けなかった家へ帰ってから八人の者に言い渡した「新宿に会ってきたがあの人こそ死んだものを生かし骨に肉をつけるというものだ私を扱ってくれるのにあの人のようならありがたいそれができないならやめていただこう」こうして八人と付き合うのをやめそれからのち、王も 医師に気を許すことができた12月帝の夕飯が秦へ行こうとし境を出ぬうちにある人が妻を迎えてくるのに出会い女を奪ってそこらの里に宿った帝氏その夫が使命、えー、つまり夕飯を襲って殺し妻を連れて逃げたこれが伝わると「紫天は使命の子」。 氏名っていうのが夕飯ね。えー、資料をやめさせて死名の弟泰塾を立てた「慶は主人の代わりをするもので民を導く役だいい加減にしてはおけぬ使命のようなものは皆立てぬことにしたい」というわけで妻を取られた男を訪ねて元の暮らしをさせまた勇士にはこの男を えー、勇士っていうのはその夕飯の一族にってことですかね殺されちゃったからねえー、っとまた勇士にはこの男を恨むなと命じ使命の恥さらしをするのはよせとしめた注釈えー、っと資産帝の資産の話が ありましたけどそこは置いといて司教の引用は大河の欲以上22年終わるとりあえず一旦ここまでにしましょう16巻ここまでかなまた後ほどありがとうございますごきげんよう